アールパード・アールパードは、マジャル人の大主張。ハンガリーのアールパード長所代の君主で、ハンガリー大公。父は、アールモシュ、子は、レベンテ、タルホシュ、ユレ、ユタシュ、ジョルトラ。アールパードは、ロシア南部のボルガ川南岸付近にいた、マジャル人の大主張で、主に軍事を掌握していたが、敵対するトゥルク系のペチェネグ族などに攻撃され、共同統治者で、 宗教上の最高権威の名誉最高主張、クルサーンと共にマジャル人を率いて、西方のバルカン半島に進出した。東ローマ帝国と同盟を結び、第一次ブルガリア帝国を攻撃するが敗北し、ドナウ川の中流域、ハンガリー平原に移住する。ここを本拠地として、ドイツ南東部のバイエルンイタリアをはじめ各地に遠征した。904年、クルサーンが、 バイエルンの貴族たちによって、偽りの縁に招待され、従者と共に騙し討ちされ、非合の死を遂げると、アールパードが代わってマジャル人の最高主張と大主張を兼ね、単独統治者となった。907年に、オーストリアを支配するオストマルク東方辺境白領に侵入して、これを撃破したが、スイスでフランス王国の軍勢に大敗して撤退した。まもなく制挙した。 彼は今日までハンガリーの民族的英雄として愛され、古い年代記や多くの歌謡のテーマとなっている。ハンガリーの建国神話には、アールパード王が持つ杖の先端に光る鳥が止まり道を示したと言われ、日本神話の禁止との関連としても注目される。ありがとうございます。